はい。どうも皆さん、こんにちは。レアブンボグチャンネルです。今回はロットリングの法印イワン5500円を買いました。今回のね、動画の構成を説明していきたいと思います。まず一つ目、ロットリングとは何か。二つ目、マルチペンの性能。三つ目、マルチペンの良い,い点と悪い点の解説。ラストに実際に書いていきたいと思います。では動画をご覧ください。まず、ロットリングとはですね、ロットリングとはまあ、このようにシャーペン並んでると思うんですけども、 政治用シャーペンがとても多いシャーペンの会社となっております。ドイツに、ドイツで1928年に創業して100年近い歴史を誇っています。100年ってとてつも長い歴史ですよね。ドイツ語でロットリングは赤い輪を示します。なのでロットリングはペンの軸にあるこの赤い輪のことを示しています。今回はホーインワンマルチペンを紹介するんですけども、ホーインワンマルチペンにも赤いところがあります。 ロットリングの有名なところは数字シリーズですよね。やっぱりロットリング600、800など、まあ、数字でね、例えられてるものが多くてす、数字シリーズがとても有名ですよね。じゃあ次はマルチペンの良い点と悪い点をね解説、解説していきたいと思います。開封していきます。おお、銀色でとてもかっこいいですね。じゃあ今回はね、これをね、良い点と悪い点を解説していきたいと思います。 まず、このシャーペンの説明なんですけども、4-in-1 ということで、黒、赤、青の 0.5mm のボールペン、そして 0.5mm のシャーペンのね、4機能があります。まあ4機能で5500円でとてもね、高いと思うんですけども、4機能ってことだし、しかも、パーツがすべて真鍮でできているので、とてもね、すごいと思います。じゃあ良い点を紹介していきたいと思います。えー、これはね、良い点かちょっとわかんないんですけども、赤い輪があるということで、すぐね、ロットリングだ。 ってわかるところがとてもすごいですよね。ロットリングって言ったら赤い輪っていうのがもう定着してきてる。まあこれはね、本当にかっこよすぎます。ボディには真鍮が使われています。なのでこれ 30.8g です。ロットリングって言ったら重たいイメージあると思うんですけど、これは、まあ、抜群に重たい。30.4g 30.。とても重たいですよね。ガンメタリック塗装があります。なので、光沢感がとてもすごいですよね。なのに汗とかが目立ったりしないです。 そういうところがドットリング工夫をね感じられます。そして、ペンジュラムグラビティシステムが使われております。まあ簡単に言うと振り子式ですね。ちょっとかっこいい方をしてしまいました。振り子式というのは出したい色。例えばこれ0.5ミリだったらそれを上にしてノックすると0.5ミリのシャープペンシルが出ます。そして、クリップを戻すと出ます。青をやって、青が出ます。 こんな感じでね、振り越し式っていうのは意外と簡単にね、出したい色を出せるんですよ。次はね、悪い点を紹介していきたいと思います。悪い点は振り越し式ということで、ペンを動かすとこのように音が鳴ってしまうところですかね。まあ気にならない人は多分気にならないと思います。あとは塗装がね、剥がれやすいっていう点がある,あると思うんですよ。これは経年変化とかはないんですけども、塗装がとても剥がれやすいっていうレビューを見ました。実際にね、書いていきたいと思います。 じゃ、まずは0.5ミリのシャープペンシルから書いていきたいと思います。書いていきます。まあね、ロットリングって書きますか。おお。え、待って、弱いかもしれない、これ。癖になるわ。書き味がね、とてもね、癖になり、癖になります。え、すご。びっくりした。 個人的な感想なんですけども、書き味が滑らかで、ペンが走る感覚があります。本当に、ペンが次々、走っていくね、ペンが。ペンがウサインボルト並みにすごいです。とても本当びっくりしました、今。じゃあ次はボールペンを使っていきたいと思います。じゃあ、赤でやりますか。赤でやります。 と、書いてみた感想なんですけども、やっぱり出だしのインクが薄くなってしまう。これ、ロットリングのインクが使われてるんですけども、これをね、ジェットストリームのインクに直したら多分いいんじゃないかなと思います。結構、書き始めがかすむ印象がありますね。でも、ペンの配色がとてもいいので、結構ね、個人的には最高のインクだし、個人的には書き心地がとてもいいなと思います。5500円で、この3機能プラス、 かき味が神のシャーペン。プラス真鍮でできているこの見た目。これが手に入るのはとてもね、個人的にはお手頃価格なんじゃないかなと思います。ぜひおすすめします。買った方がいいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイさよならあれや分僕チャンネル。